一号亭地元バ場選手です。準優はインから堂々押し切りまして、見事輸出おめでとうございます、はい。ありがとうございます。えー、ここまでオール2連隊、まあ。前走、まあ、始まる前はパーフェクト優勝か、あるいは準パーフェクトか。言われましたけども、はいはい、ご自身ではいかがでしょう。ちょっとあの、摂関取締取りこぼしであったりとか、えっ、ー、と、自分の操縦ミスであったりとか、いろいろあって。まあ、あの、もっと練習しなきゃなと思いました。はい。はい、までも準優はいいレースできたんじゃないですか。まあ、そうですね、あの。 人気も背負ってましたんであのでしっかりと責任を果たして、えー、逃げないとと思って、はい、集中ししていきました、はいえー、見事、ね、シリーズリーダーの走りを見せてもらいました、はいえー、最終日の整備、調整、どうでしょう,いやもう本当にエンジンはずっといい状態が続いているので、えーまあえー、プロペラの回転調整、えー、だけを考えています、はい、そ,そして1号艇、です念のためコース通りどうでしょうか。 あのもちろん一コースから行きます、はい。地元ですがスタートはどうですか。えっとある程度肝通りには行けてます。はい地元で一号艇、えー、まからない取りこぼせない一戦と思いますが最後ファンの方にメッセージお願いします。はいえっと一号艇乗れたのでしっかりとえ責任を果たせるようにえ優勝したいと思います。ご清聴お願いします。 見事手伊藤選手です準優11レースはインから押し切って5日目は連勝で見事優勝ですおめでとうございますはいどうもありがとうございます今節は6コースから5着ある以外は2連体の好成績なんですがどうですか振り返ってご自身ではあいいと思いますははい。はい美和子は勝率も負勝率もいいんですけども相性はいい上ですねそうですねはい。好き嫌いとかそこに何かありますかあんま好きやなんかうねりがあるんであんま好きやな イメージじゃないですけど成績はいいです。結果がついてくるんですね。はい、はい。この調子で行ってもらいたいと思います。えー、さあ二号艇ということでコースどうでしょう。2>, 2コースから行きたいと思ってます。はい。今節スタート感いかがでしょうか。は全然分かれてないです。はい。では実力はっき期待しています。メッセージお願いします。はい。セーパします。 3号艇藤山選手です準優第1レースインコースゼロ台トップスタートから逃げ切って優質一番乗りそして美和子連続優質ですおめでとうございますありがとうございます予選成績三位そして今節は三日目後半から五連勝中ともう気配は上々かと思うんですがご自身でいかがですかそうですね悪くないと思います悪くないですか、はい、はい。もっと良くしたい何か足場ありますかいや良くならなかったんでこのまま行きますこのままもうでも現状維持でいい感じでしょうねそうですねはい はい、あとは本番待つのみということで3号艇です。コース取りどうでしょう？ま3コースから行きたいです。はい、準優は0。8ですが、トップスタートでしたが、スタートは見えてますか？いや別に見えてるとかはないです。はい、いま、準地元ですからね。それなりに行けそうですね。はい、では、最後ファンの方に意気込みをお願いします。最後まで頑張ります。応援お願いします。 4号艇森井選手です。準優・準優レースは1周の2マーク、内をついて3番手から2番手、逆転浮上で2着優勢です。おめでとうございます。ありがとうございます、えー。今節は外からちょっと大変ありましたが、あとは1着1本、そして2着3着が多い安定した成績かと思うんですが、ここまでいかがでしょう。そうですね。まあ成績の感じでレース向きの足だと思います。レース向きの足。はい、はいえー、明日、最終日は整備調整どうでしょう。いやもう明日。 北は優勝戦なんで自分ができる思い切ったペラ調整はしたいと思います。はい、そして4号艇となりました。コース取りはどうでしょうか？もう多分みんな今節枠なりで行ってるんで、僕もおくなりで行きたいと思います。はい、あとはスタート感どうでしょう？そうですね。ペラがバッチリあった時はゼロ台来てるんで合わせればいけると思います。はい、では期待しております。最後メッセージお願いします。そうですね、もう久しぶり。 優勝してないと思うんですけどまあ、馬場君とか強敵いますけど優勝だけは目指して頑張りますんで応援よろしくお願いします5号艇長尾選手です準優11レースは追撃振り切って2着で輸出ですおめでとうございますありがとうございます今節は大敗2回ありますがどちらも外のコースからでしたあとは安定した成績かと思うんですがここまで振り返っていかがでしょう いいんじゃないかと思ってます。いいんじゃないかと思ってますか。か、はいはい、えー、さらにもっと良くなる足を目指しますか？そうですね。はい、えー、具体的にはどうなんでしょう？何足が欲しいとか来たら何でもいいですけど。はい。はい、じゃ、あと最終日の整備調整ね次第ですね。はいさ、そして5号艇ということになりました。コースいかがでしょう、はいえー、何もなければ5コースから行きたいと思います、はいえー、スタート間、コンセントどうでしょう？分かってはないです。はい。 最後ファンの方にメッセージをお願いしますえとババちゃんとワンツーできるように頑張ります応援お願いします6号艇板橋選手です準優第10レースは大接戦の2着からを制しての2着争いを制しての2着輸出ですおめでとうございますありがとうございます今節は初の A1 昇級がかかった期末勝負もあるんですがここまではどうですいい感じでしょうかあんまり A1 は意識してないですけど、うん、まあ 船足もまあ、普通だって、悪くはないと思います。悪くはない。はい、えー。もっと何か欲しい足はありますか。今の順位が一番、バシッと来たんで。まあ、明日もこの足で、行けれたらなと思います。はい、えー、リズムをね、維持したいですね。さあ、あとはコース取り、六号艇なんですが、コースどうでしょう。あ、も六月から行きます。はい。そして、スタート間コンセプト、いかがですか。ゼロ台もありますけれども。 まあ、ダッシュはスタート苦手なんで、まあ、分かる範囲でいきます。はい、では、最後メッセージお願いします。はい、えっ、ー、と、明日精一杯頑張ります。